はい、どうも毎度おなじみ宮部でございます。今日なんですけども、また今日もですね、いつもと違うテイストで動画の方をお届けしようと思うんですけども、こちらの映像はですね、先日知り合いのお手伝いっていう感じで、荷物がちょっとたくさんあって、それを移動したり積み込んだり下ろしたりしたいっていうことで、お仕事ではないんですけども、まあ、知り合いのお手伝いっていうことで、2トントラックを借りて、で僕が運転してですね、まあ、運搬してあげてお手伝いしてきた時の映像となってます。で、僕みやびはですね、普段は、軽貨物を使ってUber Eats ですとか、フードデリバリー、あとは軽貨物を使った引っ越しとか、配達スポット便とか、そういったのをやってるんですけども、もともとはトラック運転手をですね、8年ぐらいかな、やってまして、大きいのも乗ってたんですけども、軽貨物やるようになってから久々にですね、結構1年2年ぶりぐらいかな、ちょこちょこっとアルバイトとかも、トラックのアルバイトとかもしてたんで、たまに乗ってはいたんですけども、久々1年ぶりぐらいのトラックの運転ということで、ちょっと面白かったんで、車窓をですね、動画に残してあります。でですね、こちらの映像なんですけども、こちらは神奈川県内の、中央道、県央道八王子西インターから相模原相川インターまでの走行中の様子を映してます。本当に走行してるだけです。僕はあんまり土地勘がないので、フロントガラスのところにスマホを置いてナビをしながら、ボケーっと運転しているような感じにはなるんですけども、今回この借りてきた2トントラックっていうのが、ものすごい旧式の2トントラックで、年式調べてはいないんですけど、僕が10年以上前にトラックの運転手を始めたばっかりの時に、すでに型落ちになってた、その古い型のトラックだったんで、これ多分平成15年式とか18年式とか、そういうもう20年以上前のトラックなんですよね。で、懐かしいなと思いながら乗ってたんですけど、うるさくて、コド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 すごい音が出るトラックなんですけども、その中でですね、こちらのなんていうんですか、ギアと言いますか、オートマとかマニュアルとか、トラックにあると思うんですけども、このトラックは珍しくですね、セミオートマと言いまして、もうもはや何の免許で乗れるのかよく、クラッチないからオートマでもいいのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、クラッチがなくて、ギアが、5速のギアがこう横についてるんですよね。なので自分でこう左手でギアを切り替えながら走らなきゃいけないんですけども、クラッチがないんで、なんていうんですかね、マニュアル車乗ったことある方はわかると思うんですけども、ちょっとこう出足とかこう踏み込みのタイミングがちょっと違くてですね、あんまり言うことを聞かないと言いますか、乗りづらい車だなっていうのもあって、あとは一般的な乗用車の5速と違ってですね、ギアが5段あって、でプラスバックギアがあって、このギアの配置は似てるんですけども、トラックはだいたいバックって基本的に左上か左下になるんですけども、左上がバックになっちゃってるんで、乗用車しか乗ってないとか、乗用車ばっかり乗っててこう慣れちゃってる方っていうのは、一速で発進するときに左上からギア入れると思うんですけども、このトラック左上に入れると急にバックしちゃうんで、なんていうんですかね、乗用車の3速の部分に、前に押し倒すような感じで2速に入れて発進するっていうのがですね、いやー慣れなくて、何回もこう左下に入れたり左上に入れたりして、こう壊しそうになってて、映像ではそれはこれ高速道路なんで間違えてはいないんですけども、とにかく乗りづらいなといった印象だったんですけども、久々のトラックの運転で、結構視界も高いですし、長さも6メートル近くあってですね、長い2トンロング車なんで、長くて快適に久々に運転できたかなと思って動画に残してました。はい、それでですね、最近はありがたいことに、フードデリバリーもやってはいるんですけども、それ以外のお仕事もですね、結構いただくようになりまして、スポットであったり、車を使わない不要品回収の作業のお仕事とかですね、いろいろやっているんですけども、とにかくUber Eats のですね、フードデリバリーのなりが悪くなってるっていうことで、この後給油ですね、給油。あんまり入んないよね。すいません。本日計が13リットル入りました。はい。
はい、はい、はい、どうも。はい、今給油を済ませましてね、この宇佐美で給油しまして、まあレンタカーなんで返す前に給油して返してくださいっていうことで、もう帰る何キロか手前の、ガソリンスタンドで給油したんですけども、まあちょっとそんな映像挟んじゃったんですけど、フードデリバリーが非常になりづらいということで、まあ需要も落ち着いてきて、でまあゴールデンウィークとかも終わって、みんな結構お財布の紐が固いのかなっていうところで、今後どうしていこうかなと思ってるんですけど、一応僕の方はですね、今までと変わらず某大きいスーパーの配達だったりとか、まあ、あとは早朝とか深夜とかにダイナミックプライジングみたいな DP みたいな、その需要があるけど配達員が少なくて価格が、配達料金が上がるような時間帯っていうのがちょいちょい出てきてるんで、そこを狙ってこう高単価のものを取りに行ったりですとか、まずは仕事をこう分散させて、収入をこう分散させて、リスク軽減といいますか、まあいろいろ手を出してみてですね、やってみて経験してみてっていう段階に今いるんですけども、まあこうやってトラックも普通に乗れるし、運転自体が好きですし、まあトラックに荷物積んだり下ろしたりっていうのも結構パズルみたいでですね、テトリスみたいに考えて積まないとなかなかいっぱい入らないので、そうやって考えるのもまあ嫌いじゃないので、いずれなんか軽貨物とかフードデリバリーが厳しくなってきたら、まあまだこういったトラックに乗り直してもいいのかななんて思って、あ、ここですね。いいじゃん、電車でゴースで、まあ、Google マップでこう高さの制限とかあんまりないんで、今のところは高さ 2.3 メートル、まあ 2.4 だったかな、明らかに低いんですけど、このトラックは 2.99 って書いてあったんで、3メートル、約3メートルあったんで、そのままナビ通りに曲がるとですね、よくある電車でゴーって昔はよく言ってたんですけども、陸橋にゴーみたいな感じでドカーンってやっちゃうんですけども、まあトラックに乗るときはですね、そういったのも気をつけなきゃいけないなっていうのをちょっとお見せいたしました。でこちらがこの日借りたですね、日清レンタカーさん相模原店だったかな、店内は映さないようにモザイクかけてますけども、まあ、こちらレンタカーすごく安くてですね、この2トン車1日レンタル1万4500円だったので、皆さんもですね、2トン車何か借りたいなと思ったら、ぜひ日清レンタカーさん使ってみてください。はい、では今日の動画は以上です。ありがとうございました。